放送席、放送席、そしてバンテリンドームのドラゴンズファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日は投打の2人、若い2人です。まずしっかり8回、今日もホールドを取りました清水投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。チームが逆転した後のマウンドでした。どんな気持ちでマウンドに行ったんでしょうか。素晴らしい逆転劇だったので、このまま勝ちたいと思って、はい、投げました。岡林選手の打った姿は見てましたか。作ってたんで残念ながら見れてないです、はい、でも得点がドーンと4点入りました。7回、どんな気持ちだったでしょうか。そうですね、確かネオがブルペンで逆転ですって、はい、言ってくれたんで、あ、俺かって感じで投げました。そして8回を任されている清水さん、22ホールドポイントチームトップとなりました。リーグでも3位という好成績です。このあたりいかがでしょうか。いや本当にこういう場面で使っていただいていることにまず感謝ですし、しっかりといい場面でも抑えれるように頑張ります。しっかりライデル投手に明日もバトン渡してくださいね。はい、頑張ります。ではダノヒーロー岡林勇輝選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。今日はまずチャンスでその前の打席回ってきました。その時は結果が出ませんでした。また満塁で回ってきました。どんな気持ちだったんでしょうか。そうですね、守備で、ミスをして、なんとか取り返そうと思ったんですけど、2回もチャンス回ってくると思ってなかったですけど、しっかり取り返したのでよかったです。どんなイメージでバット振ったんでしょうか。いやもう本当に積極的に、チャンスなので、なんとか1点でも、取れるように、必死に、振りに行った結果が、いい結果につながったと思います。3人のランナー次々にホームに帰ってきました。その時の気分はどうですか。まさか一塁ランナーも、帰ると思ってなかったので、高松さんには、本当に感謝ですし、すごく嬉しかったです。2番に定着している岡林さん、ヒットの数もチームトップの83本になってますよ。いや、使っていただいているので、しっかり結果を残しているので、まだまだ、これからも、ヒットを打ち続けるように頑張りたいと思います。夏場に来て打率もぐんぐん上がってます。手応えあるでしょうか。そうですね、毎試合、必死に、なんとか、ヒットを打とうと思っているので、これからも継続してやっていきたいなと思います。はい、明日は2カード連続勝ち越しがかかります。清水さん、最後に一言お願いします。はい、明日も勝てるようにチーム一丸となって頑張ります。応援よろしくお願いします。岡林さんも明日に向けてお願いします。なんとか、連勝して、なんとか借金を返せるように、一つ一つやっていきたいと思うので応援よろしくお願いします。はい、若い2人の活躍これからも期待してます。おめでとうございました。勝ちましたドラゴンズの立浪監督です。中盤から終盤にかけて鮮やかな逆転勝ちでしたね。鮮やかでしたね。なんかいい形で、嫌な形で先制されたんですけども、ピッチャー変わったところでね、ああいう攻撃できたのは非常に良かったかなと思います。特に6回7回は打線がよくつながりましたね。はい、岡林が、ね、その前の、チャンスで、三振したんですけどもね、あそこは、ツーアウトからよく打ってくれましたね。今日はその他石垣、平田、加藤翔平といった途中出場の選手も結果を残しましたね。はい、全員で、ね、いるメンバーでなんとかやっていかないといけないので、平田のフォアボールも、ね、非常に大きかったですし、後から出た選手が今日はいい働きをしてくれました。今日3点差になった後、
送りバントでもう1点という場面もありましたが、このあたりについていかがですか。もうちょっともう貪欲に本当に1点でも取りに行くという野球をね、これから選手にも植え付けていかないといけないので、やっていきたいなと思ってます。先発の小笠原投手、6回3失点という内容でしたが、この点についてはいかがですか。まあ、6回3失点といえば、ね、決して悪くない、まあ、前回もそうですけども、ただ初回に、ね、打たれてはいけないバッターに、まあ、長打という形を許しましたから、まあそこは完全に失投ですからね。まあ、そろそろ、まあ、相手こう一発でやられるケースが多いので、追い込んでからのそのやっぱり勝負球のコントロール含めてね、自分は反省しないといけないなと思います。明日はカード勝ち越しをかけて、笠原投手、久々の白星をかけての登板となりますが、どういったピッチング期待しますか。まあ、とにかく久しぶりの登板ですけども、逃げずにね、どん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 攻めていってもらいたいなと思います。ありがとうございました。立浪監督でした。